すいません。いえ。
いえ。すいません。おう。ありがとうございます。사랑해나도사랑해いいえ。じゃあね。おう。
はい。ええ。それでは。おう。まで行かれますか？そうですか。どちらまで行く？それでは出発いたしますか。
最後の仕上げ、なかなかいい感じ。めっちゃいい感じ。最後の仕上げ、あざーす。このご恩は必ず返しますんで。はるぜ。おい。待てよ。すみませんでした。ああ。はい。おう。
石油があるんだな。まさか、あそこまで物騒なものが出てくるとは。それもヤクザのおまけ付きで。やっぱり楽して稼ぐなんて夢みたいな話あるわけねえか。地道に稼ぐのが嫌になってこんな生活をしてたが、さすがに今回のは答えたぜ。真面目に働き口探してみようかね。その方がいいかもな。例になるかわからねえが受け取ってくれ。あんたがいなかったら殺されてたよ。じゃあ俺はもう行くぜ。職探しするにしても身なりを整えないといけないからな。なあ、働き口見つかるといいな。だな。ゴミ処理場とかいいかもな。いろいろ掘り出し物がありそうだし。それじゃ元気でな、春日さん。やれやれ、たく懲りない男だな。どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。おい、なあ、
なあ。わかった。ごめん。ねえ。うん？よ。ありがとう。
募金お願い。ごめんね、急いでいるんだ。募金お願いします。弟が病気で手術にお金が必要なんです。おう、いいぜ。さっき見てたけど、あんまうまくいってないみたいだな、募金活動。はい、そうなんです。頑張って声をかけてもみんな行っちゃって。まさか一人でやってんのか？両親は？手術のお金が必要だから。お父さんやお母さんは遅くまでお仕事してて。そっか、大変なんだな。だからお父さんやお母さんが来れない分、私が頑張らないと。それに、恵まれない子供たちのためにどうか募金を。募金お願いします。募金しちゃいます。ありがとうございます。あの人たちは私と違って見ず知らずの子供たちのためにみんなでお金集めてるんです。それってすごいことだと思います。だから私ももっと頑張らないと。そうか、えらいな、お嬢ちゃんは。ちょっと場所を変えるか。え？闇雲に話しかけてもうまくいかないだろう。もっと目立つところでやらないとな。少しだけ手伝ってやるよ。ありがとうございます。私めぐみって言います。おじさんは？俺は春日だ。じゃあちょっくらいい場所を探すかな。募金が集まりそうな場所は。店の前に行くぞ。はい。待った。すまねえ。へえ。ありがとうございます。
何か文句でもあるのか。調子乗ってんじゃねえぞ。余裕。私のパンツ来いよ。やめんな。やんのか。行くぞ。取っておきだ。 Heh heh.
容赦しねえぞ。よし来やがれ。なめんなよ。やってみろ。逃げるなよ。ほいきた。くそ、金で揉めてプロデューサーぶん殴って廃業しただけの三流役者のくせに。金で揉めて？映画の出演料だったかで揉めて、その勢いでプロデューサーを殴ったんでしょ。一時期その話で持ちきりでしたよ。いや、こいつはマネージャーの女の子を助けようとして結果的に殴っちまっただけだろ。は？マネージャー？そのプロデューサーってやつはイリュージョンのマネージャーだった女に無理やり手出そうとしたんだ。その時にマネージャーを守ろうとしてとっさに殴っちまった結果がこれだ。その後も女の子に話題がいかねえようにずっと一人で耐え続けてきたんだよ、こいつ。だから春日さん、いいんですよ。このことは当事者しか知らないことです。でもよ、マネージャーの女、確かにあのプロデューサーは女に関しては悪い話ばかりだった。考えてみれば金で揉めたという話自体あの男が自分で言い出しただけで。じゃあ、あんたは本当に自分のマネージャーを守るために廃業に追い込まれる状況になってもずっとその女性のために何も言わなかったと？鈴木さん、一つお願いがあります。今の話は他言無用です。間違ってもマネージャーだった子を探し出して世に出すようなことだけはしないでください。もしもそうなったら私はあなたを死んでも許さない。あなたのその目、どうやら女性を守ろうとしたって話は本当のようですね。三流は私の方か。確かにあの事件のことはろくに調べないで報道の内容を勝手に信じていました。本当に情けない。写真は全て消しました。もうデータはありません。そうか。春日さん、今日は本当にありがとうございました。いや、大したことはしてねえし気にすんない。それよりあんたの復活応援してるぜ。ありがとうございます。ですが、理由はどうであれ問題を起こしてしまったことは事実です。それをなかったことにして先へ進むつもりはありません。この町の人たちにも迷惑をかけてしまいました。私のこれまでの行い一つ一つをしっかりと受け止めて、これからお返ししていければと考えています。そしてまた一人でも多くの人たちに感動を与えられるような役者を目指します。まあこの間のファンみたいにあんたの演技で元気づけられる人は多いだろうし、しっかり頑張んな。はい、これは少ないですけど感謝の気持ちです。受け取ってください。それでは失礼します。おう。お前、何のつもりだ？心配はいりませんよ。私は竜様の第一歩を取っただけですから。なんだか久しぶりにいい写真が撮れた気がします。新しい一歩を踏み出そうとする一人の役者のね、たまにはスキャンダルじゃなくて人の背中を押すような記事を書くのもいいですね。ほう、イリュージョン電撃復活、長い沈黙を破り決意のリスタートを宣言なんてどうでしょう。いいんじゃねえか。改めて彼に取材を申し込もうと思います。もちろん事件の真相を書くような野暮な真似はしませんが、あんなにまっすぐな顔を見せられちゃ
応援したくなっちゃいますよ。確かにな。それじゃ、いい記事期待してるぜ。あ、サインもらっておけばよかったな。そうか。いいぜ。ちげえよ。
またね。ねえ。おい。おい。
よう、めぐみ。浮かない顔だが、何かあったのか。あ、春日さん。あのね、いつもあそこでお金集めてた人たち、最近来ないんだ。ああ、そうか。お嬢ちゃん、ちょっといい？あ、募金のお姉さんとお兄さん。なさいよ。それじゃ。そういうことだから。じゃあ。そうか、ありがとな。今日も頑張ってるのね。募金してもいいかしら。ああ、とんでもないです。ありがとうございます。じゃあ俺はもう行くぜ。頑張れよ。はい。募金か。あまり深く考えたことなかったが、これからどこかで見かけたらまたやってみるか。本当に必要なやつかどうかよく見極めねえとな。